俺が思いつくこともうやってるよ。イマルミンやばいんだぞ。最近同伴ネタに使ってくださいって言って提供してくれるんだからな。ありがたいですね。イマルミンを舐めるなよ。もうやってるよ。俺が思いつくことなんか。別にその使ってる人否定してるわけじゃないですよ。ただ私はっていう話です。いや、わかるけど、あなたはもうそっち側だから。ごきげんよう、劇団小林ライトの店です。お疲れ様です。システム手帳企画なのかな。まあシステム手帳を作ろうって企画だから、システム手帳企画でしょうよ。まあちょっと忘れてはならないのは、インマイルームの文房具の企画っていうのはもともとよ。もともと3000円以内のものしか扱わないっていう企画でやってたのよ。ロール版フレキシブルもあぶれてたんだよ、もともと。これはまあ、その安定的にね、チャンネル運営していくために収益化するまでは、まあ、あまり高いものを扱わない方向で、お客様に満足していただこうと。で、こちらも活動費が手に入って安定して運営できるところまでいったらちょっと予算を広げていこうって感じでやってた。だから最初に買ったフレキシブルとトラベラーズノートのやっぱ興奮ターね、ドキドキしたもんだよ。3000以上のその文房具を触るっていうね、うん、これ俺の手元に持つんだみたいな。で、あのアッシュフォードのさ、ライフオーガナイザーも手に入ったりさ、で、あのプロッターも手に入れたよ。着々といろいろ言ってるけど忘れてはならない、僕たちはもともとあれ買うの高えからどうにかなんねえかなってやってたじゃん。まあやってましたね。システム手帳は高いな。高いよ。どんな頑張ったって5、6千円はくだらないんだよ。ね、合皮だったとしても、本革じゃなくても、やっぱもうすごい高い。安く始めたいんじゃないみんな。システム手帳やってみたいけど、あの値段で買って合わなかったらどうしようとか、それで手に入らない人もいるんじゃない？安くまず始めてみて、スタートアップはまずスモールスタートでね、始めてっていうのはこれ最近のビジネスの基本じゃない？いきなりお金をかけて広告打ってじゃなくて、まずスモールでやってみて、TikTok とか YouTube で発信してみる。こうじゃない？なぜシステム手帳はいきなり1万円仕事なんですか。やっぱ辛いじゃん。安く行きたいよ。原点回帰だよ俺たち。戻ろ。ここで？そう。というわけで今回の企画はこれです。システム手帳めっちゃ安く、もう2000円以下で、いやもうなんなら1000円以下とかでまずやってみたらよくね？です。革で手に入るんですか。革じゃない。誰が革っつったの。何言ってんの。違うでしょ。待って、システム手帳もともとは革じゃないんだよ。定義はバインダーで好きなリフィルとかを入れて管理するやつがシステム手帳でしょ。なんかそこに革好きの人の革製品が好きっていうのとガッチャンコして、あの要はシステム手帳のハードルがギャン上がりしちゃってんだよ。まずシステム手帳が自分に合うかどうかを確かめるために、なぜ本革、牛の革を剥がないといけないんですか。まず安くいこう。そうやって調べてみたら、もちろんフェイクレザーもあるし、もっと安いのも結構ちゃんとあるんだよ。例えばこいつだな。あのね、レイウェイって書いてんだよ。レイウェイ、うん、っていうねブランドのやつをね、一期一会で見つけてきた。レイメイじゃないですよね。あ、レイメイか。これレイメイだ。これ一期一会で880円。え、安っ、びっくりした。これでまず良くないかって思ったわけ。適場視察しよう。まずだ、開けてみよう。おい、いいじゃないか。これ、かっこいいじゃん。もう良くない？もう。まあ、何もかも本革じゃないよ。ちっとも寄せてない。けど、ね、宗教上の理由でフェイクレザーの方がいい人もいるだろうしな。うん、あ、やっぱり。まあそういう人からしたらまあ問題ないし、なんかここになんか、このポケットもついてるしさ。で、これ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 、なんかこういう、なんかこう、こういうのもなんかあんじゃん。ちょっと刺すとこ。で、ペンホルダーもあるよ。880円。で、なんかもう、あえてさ、俺いつもライフ使ってんだけど、方眼の音。これもレイメインにしてきた。バック安いんだよこれ。え、いくらですか。260円。111シートでね。安っ。もうほら、でこうでしょ。ペンホルダーつけて、まあ何のバンドのバの字もないからさ止めれないんだけど、でもこれもうとりあえずシステム手帳はこれで始めれるよ。で、穴の大きさももちろん当たり前だけど一緒だから、うん、あとはお好きなリフィルでさ、リフィルだってまあ言うて3000円超えるためにあと2000円ぐらいは余裕あるわけでしょ。これフルスペックで買っても、もうじゃあね、700、800円のリフィルちょっと使ってさ、インデックスぐらいつけたらいいんじゃない。あ、で、ちょっと奮発してさ、なんか、あ、いけそうだったら、カレンダーのリフィルとかさしてみてさ。最初は、これに書いたらいいと思うよ。バレッジャーナルみたいに。書いて始めたらいいんだよ。けど、いけるなと思ったら、リフィルも買ってみてもいいしさ。スタートアップこれでまだ1000円でしょ ?3000 円じゃん。あと2000円あんじゃん。リフィル、ちょっと買ってみたよ。プロッターのバンドリフター、1200円。合計より高いです。なんで？いやいや、3000円以内だから。いや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 。これいいんだよ、やっぱこれがいいんだよ。ここ妥協できないなと思って。側より高いって何？仕方ないでしょ。で、こっちがね、意外とね、これ本革じゃないから、なんか硬い素材の置いてくれてんのよ、もう。だからもうこれ下地切らないから、こっち側。うん、だけど、こうしとけばさ。一気に3000円っぽさが出たよね、1000円から。
いける、全然使えるよ。で、革製品、革製品で、なんか言ったら、コテコテっとね、言って、カバンの中がしちゃう可能性もあるじゃん。トータル的に見たときに。こういうちょっと差し色があるとさ、全体的にちょっとポップ感出るんじゃない？持ち物に。で、これに、プロッターのバンドウィズリフターをつけると、ほら、バンドがあるから、これで開かないから。これで外持ち歩き耐えれると思うよ。うん、もうちょっと頑張る。どうやって？もっと安いのでいけないかなと。これ880円だったでしょ？全部で2000円ですよ。これもレイメンさんのやつなんですけど、これリフィルファイル。まあ、使い終わったリフィルとか、書き終わって、持ち歩かない、入らないやつとか、保管するファイルだよ。550円。これシステム手帳として使ったらいいんじゃないの？なんでシステム手帳、だって こっからダヴィンチとか買えばいいじゃん。こっからプロッター買えばいいじゃん。これで始めて何が悪いの？いや、悪いとは言わないけど。悪いではないなら何なの？いいだろう。逆に聞くけどさ、今でみんでさ、これでシステム手帳のように使ってる人がいたとき、君どんな顔する気なの？もういるかもよ。俺が思いつくこともうやってるよ。今でみんやばいんだぞ。最近動画ネタに使ってくださいって言って提供してくれるんだからな。ありがたいですね。イマルミを舐めるなよ。もうやってるよ、俺が思いつくことなんか。別にその使ってる人否定してるわけじゃないですよ。ただ私はっていう話です。いや、わかるけど、あなたはもうそっち側だから。もうシステム手帳分かっちゃってる側じゃん。システム手帳の価値が分かっちゃってるからお金かけれるんだよ。最初のね、一歩は勇気いるって。初めて買ったシステム手帳何？ダビンチオリーブレザー。ダビオリね。何円だった？人生の勝者、裕福なものよ、聞きたいんだけど。ちょっとシステム手帳興味あるんだけどって言ってきた人に、あー、じゃあ私もこれでやって続いたから、まあ予算はミニマムで1万5000円準備しておいてって、なかなか言えないよ普通の人。うん、だからこれが2000円よ。まあまあまあ、なんのことない。これあのバンドウィズリフターがなかったら1000円なんで。そうなんですよ。そうなんですよ。でもこう良かったじゃん、うん、さらに安かったらいいじゃん。だ、俺だっていろいろ疑問に思うよ。だってもうそもそもシステム手帳って言ってないものでシステム手帳だって言おうとしてんだから、いろんな引き目はあるけど、まあ試してみようよ。どのくらい許されるか、そしてどのくらい許されないか。まあもうプラスチックですから。で、ここにあのなんかクリアファイルみたいなのも、まあ申し訳程度についてるけど、ここはでかいぞこれ。あー、音が重いね。パンチが重い。これにリフィルを入れてみようじゃないの。これはこれでなんか欲しいもんね。思わん。革じゃなくてさ。でも、これ何が言いたいかって、この言ったらスプリット感？本棚に入れやすいやん。たまにさ、あの昔のさ、東京の電車ってさ、あの椅子ごとにへこみがなかったからさ、ここには入らんよみたいなとこにお尻でギューって入ってくるおばさんおじさんとかおったやん。知らん。満員電車の時に。知らん。いや、座れんやろ、この幅座れん。って入ってくる人おったやん。今はこうやって椅子ごとにこうやってあるから、ないけどね。そう、もうギューギューギューって、入れません、入れませんってみたいな、あったよ。でも、こんだけぶち込みたいことってあると思うんだよね。で、これ、あのリフターいらないから。ほら、下敷きみたいに硬いから。で、保管しておくみたいな。これできるでしょ。まあ、そもそもだからこれリフィルファイルだからね。ただ持ち歩く上で、これはないよな。カバン入れるときに。閉じたいよね。安くしたせいで、カバンの中の入れ方が制御されたら、それはストレスじゃん。うわ、閉じれたよ。絶対開かねえこれ。まあただやっぱここは値段だけあるわ。システム手帳ライクに使うんであればよ、あればよ、やっぱこれには負けるな。これはマジでこのためにやったんちゃうかなって思うもん。で、この感じも最高。リフィル込み込みで2000円。とりあえず結論です。レイメイの、リフィルファイルはまあ置いとこ、リフィルファイル置いとこ。このレイメイの880円のシステム手帳で、最初システム手帳を始めるにどうなのかですけれども、結論、プロッターのバンドウィズリフターがすごいな。いや、これがすごいんだよ。いや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 、いや違う。いや、側を評価してください。側は普通ですよ。で、やっぱ俺さ、このね、システム手帳のな、ここが嫌いだったんだよ。こういう、これ。こうやって書いたもん、ここで戻る、これとか。嫌だったのよ。邪魔だなと思って、これとか嫌いだったのよ。何これみたいな。だからプロッターが好きだったのよ。シンプルじゃん。あんまデコデコしてもらいたくないわけよ、俺は。うん、システム手帳ってね。うん、まあ俺はそういう好みなわけ。だからトラベラーズノートを改造したかったんだもん。ああいうのを。その、トゥルンとして欲しかったから。でもこれで思ったよ。
で多分安いくて重厚感がないからだとは思うんだけど、やっぱ開くストレスってこんなにあるんだみたいな。ただそこがこのバンドウィズリフター1200円をつけることによって解決。なんならこれよりも好きなぐらい使い勝手としたら。だから俺はもうこれだめちゃめちゃ工夫してっからね。この戻ってこないように、このこれ戻ってこないようだからね、これ。ああ面白い。でこれはこうやって書いてるから。外しちゃいいじゃん。いやそしたら開くんだよ。それはそれでまた違うね。難しいよね。だけどこれいいよ、なんかで使うもん多分俺。でもねちょっといいのも買ってたんだ実は。リフィニファイル、これすごいよ。あノックスのやつもう高級感あるよこれ、1320円やけんね。もういやもうバグってきた、バグってきた。先生もう家が建つ、家が建つ。でもこれバンドウィズリフターのおかげで全然高級感あるし、めちゃめちゃヤバなこと言うけど機能として変わらなくなるから、これは大事でしょ。機能が変わらなくなる、まずね。その機能を使ってみることができる、2000円以内で。だったら全然紹介するに値するよねと思う。うん、だから結論としてはバンドウィズリフターあれば、この閉じれない廉価なやつでも平気。始めるときは安ければ安いほどいいよ、絶対。だって続く方が大事なんだから。もちろんね、続かなくてもいいの、私はこの革の素材を飾っておきたいの、もうその人目惚れなの。これじゃなかったらシステム手帳を始めんでええ、その人は止めんよ。そりゃ始めれるし、その人にとっての1万5000円は多分1500円なんよ。安いんよ、手に入るんやったら1万5000円はね。けどシステム手帳使ってみたいのと、だったらスタートアップは俺安いのをおすすめします、私はね。というわけで、まあ私おすすめです。これぜひ皆さん探してみてください。まあこの動画がいいなと思った方も、良くないと思った方もぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。まあ SNS とかね、いろんなものも活用して、In My Room 楽しいチャンネルを作っていこうと思ってますんで、あサブチャンネルの今ルミナホリックも合わせて応援していただけたらと思います。とにかく私たちを助けてください。よろしくお願いします。おしまい。憂いを帯びた顔で言うよ。こうやってやったら憂いを帯びてんのかな店はってなるんだよ。キモい。何あってなんか出るやんか、変な色っぽいさ、色気なんで斎藤匠とかさ、あそこら辺みたいな色っぽいやつらってさ、でなんかで、トイクじゃん。あれやった方がいいんだろ、あれやったら色っぽくなんだろで、トイクじゃん、あの人ら。何トイクって。吐息を出すじゃん、なんかみたいな。トイクんだよ、色っぽい役者っつうのは。こんな感じだよね。な、憂いを帯びてんのかな、メロンなのかな。こういうことよ、ご主人だよね。やっぱ好感度重視でいきましょう。もう何秒ぐらい、うん、2分ぐらい全て台無し。何を言ってるんですか。大丈夫ですよ。問いてたんですよ。問いてね、問い気を解いてたんですけどね。余計が多すぎ。よし、ちょっと緊張してきた。システム手帳安く行きたいね。間違えたんだよ今。どうですか、1万円仕事だと思ったんじゃないですか奥さん。880円ですよ奥さんね。これ今の色っぽいでしょ俺はね。斎藤匠になれたでしょ。そういうこと言うからね。ウルトラマンになれるよこれ最悪。どうですか880円ですよってこういうこと。使用上の注意とかまあもう知ってんだ。やっぱ買いたてのシステム手帳はみんなピアス開けれそうなぐらいの音がするよね。あやっぱ5回ぐらいは、ね、ちょっとね耳に鳴らしたいんだよ。やばいよね今のこれ。これショス音だよね、ショス音だよね。ショス指こうやって置いたらさ、ショスってなるよね。ショスショスショスショってね、なるわけよ。もうこれもチェホンマンですら本当にもう目こうやってぶっ倒れるぐらいの重いパンチが。うわ、処せるねこれは。処してるね。うん、家用だったら別ですか、ね、家だったら。だからそれはもうファイルだからね。家でしか使わないシステム手帳はもはやファイルだからね本当はね。えそうだよ、もともとはそうなんだよ。システム手帳ってもともとイギリスかドイツか忘れたけど、軍人さんが発明したんだよ。ああ
そんなこと言ってたような気がする。そうだよ。だからね、外に持ち歩くもんだから、外に持ち歩くときにノートの順番とか変えて分類できるから発明されたんだから。だからただわかる、わかるよ、今もうそれ運ばないですよねのデカさのものもあるよ。でそれはそれであっていいわけじゃない、平和だから、うん、平和だからシステム手帳もそっちに行ったんだよ、うん、いいこと。な結局なんていう名前だったの、これにはシールが貼ってなかったんだよな、なんだったあれ、知らん。あれこれもそうか、あれ、あそうだね、これもリフィルファイルなんだ、これシステム手帳じゃないよ、リフィルファイルだったよこれも。あら、あ、でも説明のとこに書いてあるわ、使い終えたリフィルの保管用にカードホルダーリフィルを閉じて名刺入れに、3行目リフィル次第でシステム手帳としても活用できます。どういうことやねん、システム手帳としても活用できます。まあレイメイさんだってこれがシステム手帳としてギャン使われしたらなんか気まずいんだよな、うん、ね、展開してるもんじゃないから、うん、けどだからちょっとこうささやかな抵抗してるよね、リフィル次第でシステム手帳として活用できますと、そりゃそうやろ。